内弁とは、即位式や長が、設置へ謝礼などの朝廷における重要行事の際に、会場が大局殿であれば、会商門、大事であれば、照明門の門内にあって、門の内側における所持に対する責任者である区業のこと。儀式が行われる大大理の中でも、主会場である大局殿や大事の内部を取り仕切る内弁は、儀式遂行上最も重要な役職であり、 通常は一条がその地位についた。一条は、大乗大臣及び石官を除く苦行の中で、最も地位が高いものが認じられるのが歓迎であったから、左大臣が一条に認じられて儀式における内弁を務めるのが一般的であった。ただし、一条が事情があって散大していない場合には、参加している大臣の中で筆頭の地位にある者が内弁となり、大臣が 不在の場合には大納言が任ぜられる場合もあり得た。内弁の制度が整備されたのは、代理式などが編纂された公認年間以後と考えられている。西宮記における正月節への作法によれば、内弁はあらかじめ代理の義陽殿の骨子に着座して、天皇の失業を待ち、天皇が名殿に失業すると、内氏の飯に応じて天井に登り、 三列した苦行や行進を道場の教座につかせる。その後、内弁が天皇に相乗を行い、天皇は千名を下して三列者に六を支給して、共演を進めたという、ありがとうございます。